バークリーソフトウェアディストリビューションは、1977年から1995年まで、カリフォルニア大学バークレー校のコンピューター、システムズリサーチグループが開発、配布したソフトウェア群、及びユニックスオペレーティングシステムを言う。略称は BSD。なお、今日、BSD という名称は、DOS を元に開発された BSD の子孫の総称として使われることもあるが、 このコードは主に前日の UCB によるソフトウェア群及び OS について述べる。元となったコードベースと設計は AT&T のユニックスと共通であるため、歴史的には BSD はユニックスの主流 BSD ユニックスとみなされてきた。1980年代ワークステーションクラスのシステムベンダーがプロプライエタリなユニックスとして BSD を広く採用していた。例えば DEC のウルトリックス3マイクロシステムズのサノスなどである。これはライセンス条件の容易だったためと当時の多くの技術系企業の創業者が BSD を熟知していたためである。それらプロプライエタリな BSD 派生 OS は1990年代にはユニックスシステム V リリース4と OS セフ1にとって変わられ、 後期の BSD リリースはいくつかのオープンソース開発プロジェクトの基盤となった。例えば、フリーブズド、ネットブズド、オープンブズド、ドラゴンフライ BSD などが今も開発中である。さらにそれらが最近のプロプライエタリな OS にも採用されている。例えば、Windows の TCP、IP コードや Apple の MacOS である。 ユニックス系統ズベル研究所は1970年代に初期のユニックスをソースコードも含めて配布し大学の研究者らがユニックスを修正、拡張できるようにした。バークレーでの最初のユニックスシステムは PDP-11 を使ったもので1974年にインストールされ計算機科学科が様々な研究に使用した。他の大学は バークレーで改良されたソフトウェアに関心を寄せるようになり、当時バークレーの大学院生だったビル・ジョイが1977年、それらをファースト、バークリーソフトウェアディストリビューションとしてまとめ始め、1978年3月9日にリリースした。1BSD は独立した完全な OS というよりも 6S エディション、ユニックスへのアドオンであり、その主なコンポーネントは、 パスカルコンパイラとジョイが開発した Line エディタ X だった。1979年5月にリリースとなったセカンドバークリーソフトウェアディストリビューションは 1BSD のソフトウェアの更新版だけでなくジョイが新たに開発した6エディタと C シェルも含まれていた。2BSD の後のリリースでは PDP-11 アーキテクチャからバックスベースへと プラットフォームが変化している。1983年の 2.9BSD には 4.1CBSD からのコードを含んでおり、それまでアプリケーションとパッチの集まりだったものが初めて完全な OS のリリースとなった。2BSD の最終版は1992年にリリースされた 2.11BSD である。2008年現在、 2BSD 用のパッチ447が2008年12月31日にリリースされており、ボランティアによる保守が続いている。1978年、ユニックスをバックスアーキテクチャに移植したユニックス 32V がバークレーのバックスにインストールされたが、これはバックスの仮想記憶機能を活かしたものではなかった。3 2トのカーネルを バークレーの学生たちが大幅に書き換えて仮想記憶を実装し 2BSD のユーティリティ群をバックスに移植したものと3 2ト由来のユーティリティ群をまとめて完全な OS としたものが 3BSD として1979年末にリリースされた 3BSD はバーチャルバックスユニックスまたはビミニクスとも呼ばれ BSD のカーネルイメージは 4.4BSD まで ビミニクスと呼ばれるようになった。3BSD に注目した国防合同研究計画局はバークレーのコンピューターシステムズリサーチグループに資金提供することを決め CSRG にダーパの研究プロジェクトであるビルシープロジェクトのための標準ユニックスプラットフォームを開発させることにした。1980年 CSRG は 3BSD に 様々な改良を加えた 4BSD をリリースした。4BSD が 3BSD に加えた改良としては、すでにリリース済みだった CSH でのジョブコントロール、デリバーメール、高信頼のシグナル、カーシスライブラリーなどがある。4.1BSD はバッ a x の主要 OS である VMS に比べて BSD の性能が悪いという批判に応えたものだった。 ビルジョイは 4.1BSD カーネルが VMS といくつかのベンチマークで互角になるまで体系的に性能強化を施した。当初 5BSD と呼ぶ予定だったが AT&T がユニックスシステム V との混同を恐れて異議を唱えたため 4.1BSD となった。4.2BSD はいくつかの大きな回収を行いリリースまで2年以上かかった。 4.2BSD がリリースされるまでに中間バージョンが3度リリースされている。4.1A は PBN の予備的な TCP、IP 実装を導入している。4.1ビットはマーシャルカーク・マキュージックが実装したバークリーファーストファイルシステムを導入した。4.1C は 4.2BSD の数ヶ月前にリリースされた中間バージョンである。 4.2BSD の設計方針を決定するため、ダーパは運営委員会を立ち上げた。委員には、UCB から、ボブ・ファブリー、ビル・ジョイ、サム・レフラー、BBN から、アラン・ネメス、ロブ・ガーウィッツ、ベル研究所からデニス・リッチー、スタンフォード大学から、キース・ランツ、カーネギー・メロン大学から、リチャード・ラッシット、MIT から、バート・ハルステッド、ISI から、ダン・リンチ、 UCLA からジェラルド J ポペックが参加した。この委員会は1981年4月から1983年6月まで会合を開いていた。4.2BSD は1983年8月に正式リリースされた。実はリリース前の1982年にはビル・ジョイが大学を離れて3マイクロシステムズを共同創業している。その後は マイク・カレルズとマーシャル・カーク・マキュージックがプロジェクトリーダー的役割を果たした。また、4.2BSD のリリースと同時に、ジョンラ・セーターの描いた BSD デーモンというマスコットもデビューした。最初の登場はユースニクスで配布されたマニュアルの表紙である。4.3BSD は1986年6月にリリースされた。主な改良点は性能であり、 4.2BSD は 4.1BSD ほど性能をチューニングできていなかった。そのリリース前に BSD での TCP、IP の実装は BBN の公式実装から大幅に変更されていた。DARPA は数ヶ月かけてそれを試験し BBN 版より 4.2BSD 版が優れていると結論づけ、それがそのまま 4.3BSD で採用された。 4.3BSD リリース後、BSD のプラットフォームを古くなったバックスから新たなプラットフォームへ移行することが決まった。当初コンピュータ・コンソールズ・インクの6 8ースのパワー6、32が候補となったが、間もなく開発者らがそれをやめた。それでも 4.3BSD タホという移植版は貴重であり、BSD における機種依存コードと、 機種共通コードの分離をもたらし、将来の移植性向上に寄与した。移植性以外にも、CSRG は OSI ネットワークプロトコルスタックの実装、カーネルの仮想記憶システムの改良、インターネットの成長に対応した TCP、IP アルゴリズムの改良といった改良も行っている。それまで BSD の 全バージョンで AT&T のプロプライエタリなユニックスのコードが含まれており AT&T のソフトウェアライセンスを必要としていたソースコードライセンスは非常に高価で第三者からは AT&T とは無関係に開発されたネットワーク関連コードだけをリリースしてほしいと要望されることもあったそこで生まれたのがネットワーキングリリース1で AT&T のライセンスが不要なコードのみで構成されており BSD ライセンスでフリーソフトウェアとして自由に再配布可能とされた。これが1989年6月にリリースされている 4.3BSD リナンバーワン990年初めにリリースされた 4.4BSD として開発中のバージョンの中間リリース的性格のリリースであり その仕様は一種のギャンブルだという意味で、ギャンブルの街リノの名を冠している。このリリースは、明確に、ポジックス準拠を目指しており、ある面では、BSD の精神からかけ離れているとされることもある。ゲリフ大学が移植した NFS も、新機能として含まれていた。2006年8月、インフォメーションウィーク誌は 4.3BSD を、これまでに書かれた、 最も偉大なソフトウェアと評した。コメントには BSD4.3 はインターネットの単独で最大の理論的下支えを代表しているとある。ネット1リリース後 BSD 開発者キースボスティックは BSD の AT&T とは無関係な部分をさらにネット1と同じライセンスでリリースしようと提案した。そして彼は Unix の標準ユーティリティを AT&T のコードを使わずに再実装するプロジェクトを開始。例えば、6は AT&T 由来のエドをベースにしていたので、全く新たにナビを書いた。18ヶ月で AT&T 由来のユーティリティを全て再実装して置換し、カーネルにも AT&T 由来のファイルは数えるほどしかない状態となった。それらのファイルを削除し、 1991年6月、自由に再配布可能なほぼ完全な OS であるネットワーキングリリースにをリリースした。ネットにはインテル8386アーキテクチャへの2つの独立した BSD 移植プロジェクトの基盤となった。1つはウィリアム・ジョリッツらによるフリーな 386BSD で、もう1つは バークリーソフトウェアデザインのプロプライエタリな BSD386 である。386BSD 自体は短命に終わったが、間もなく、それをベースとして、ネットブズドとフリーブズドのプロジェクトが始まった。BSD はシステム V の著作権とユニックスの商標を、所有する AT&T のユニックスシステムズ、ラボラトリーズとの間で訴訟に見舞われることになった。 US セルと BSD の訴訟は1992年に始まり、この訴訟が解決するまで、ネットにの配布は差し止められることになった。この訴訟問題で、約2年間、BSD 系の PC ユニックス開発にはブレーキがかかり、Linux の急激な支持の原因を作った。リリースされたのは1992年だが、386。 BSD は Linux より前から開発されていた。リーナストーバルズは 386BSD か GNU ハードが当時利用可能だったら自分で Linux カーネルを作ろうとはしなかっただろうと述べている。訴訟の過程では AT&T 由来のコードがネット2にまだ含まれていることが明らかとなったが同時に AT&T が販売している UNIX システム V にも BSD 由来のコードがライセンスに違反して使用されていたことからノベルが US セルを買い取った後の1994年に関係者は若い。1994年1月、訴訟は主としてバークレー側に有利な形で決着した。バークレーの配布物である18000個のファイルのうち3個のファイルの削除が命じられ70個のファイルに US セルの 著作権表示を加えることが命じられた。さらに、和解条件として、近々リリースされる 4.4BSD での、バークレーの所有するコードのユーザーやディストリビュータに、対して、US セルが訴訟を起こさないと約束している。1994年6月、4.4BSD は2つの、形で、リリースされた。AT&T のライセンスに定職しない4.4。 BSD ライトと従来通りのライセンスを要する 4.4BSD インカンバードである。バークレーからの最後のリリースは1995年の 4.4BSD ライトリリースにで、その後、CSRG は解散となり、バークレーでの BSD 開発は終了した。それ以降、4.4BSD ライトを直接あるいは間接的にベースとしている派生 OS が開発、保守されている。 さらに BSD ライセンスの許容型の性質によりフリーなものもプロプライエタリなものも含めて様々な OS で BSD のコードが利用されている。例えば Windows は BSD 由来のコードを TCPIP 実装に使用し BSD のコマンドラインのネットワークツールをリコンパイルしたものを Windows2000 で導入した。Apple の MacOS の基盤となった。 ダーウィンも 4.4BSD ライトにとフリーブズドから派生したものである。ソラリスなどの商用ユニックスも BSD コードを含んでいる。BSD はユニックスとして初めて TCPIP スタックを搭載した。ソケットをユニックスのファイル技術士と統合したことで、ネットワーク経由のデータの読み書きをディスクアクセスのように容易に行えるようになった。 それに対して AT&T は Streams をリリース。機能的には同等で、アーキテクチャは Streams の方が優れていたが、ソケットの方が先に普及しており、意図的に使用するシステムコールを別の名前にしたため b s d 系では、それらシステムコールがサポートされず、結果的に API として普及しなかった。バークリーソケットをターボパスカルで書き直したものが後に、 Windows 95に取り込まれ、現在の WinSack にの元となった。今でも BSD は大学などで、技術的叩き台として使われている。商用製品やフリーな製品でもよく使われており、組み込みシステムでの採用もある。ソースコードの品質が一般に高く、文書も揃っているため、様々な用途に利用可能である。BSDKOS は、バイナリ語管レイヤーを使って、 同一アーキテクチャの異なる OS のソフトウェアを動作させることができる。これはエミュレータよりも高速で単純であり、例えば Linux 向けのアプリケーションをほぼ性能低下なく動作させることができる。最近の BSDKOS は IEE、ANSI、ISO、POSIX などの標準に準拠しつつ、BSD の伝統的振る舞いを維持している。AT&T の 元々のユニックスと同様モノリシックカーネルでありデバイスドライバは特権モードでカーネルと共に動作する BSDKOS の利用状況の調査結果を示した棒グラフ複数回答があり得るので合計は100%を超えている BSD は様々なオペレーティングシステムの基盤となった最もよく知られているのはオープンソースのフリーブーズドネットブーズド オープンブズドであり、それらはいずれも 386BSD と 4.4BSD ライトを起源としている。ネットブズドとフリーブズドは1993年にプロジェクトを開始しており、当初は 386BSD をベースとしていたが、1994年に 4.4BSD ライトのコードベースに移行した。オープンブズドは1995年にネットブズドからフォークした。 この三つの BSD の子孫からさらに様々な子孫が分岐しており、ドラゴンフライ BSD、フリスビー、ミロス BSD、デスクトップブズド、ドルーズなどがある。これらはそれぞれターゲットとするシステムが異なり、政府機関、大学、企業などで普通に使われている。BSD、またはその子孫を起源とする商用 OS もいくつかあり、サンノサノス。 アップルの MacOS などが挙げられる。最近の BSDKOS の多くは MacOS を除けばオープンソースであり BSD ライセンスで利用できる。MacOS と Dragonfly BSD はモノリシックとマイクロカーネルの中間であるハイブリッドカーネルだが多くの BSDKOS はモノリシックカーネルである。オープンソースの BSD プロジェクトでは カーネルとユーザーランドのプログラムやライブラリを一緒に開発していることが多く、ソースのリポジトリはそれらを共通して管理している。BSD はかつてプロプライエタリなユニックスの基盤としても使われていた。例えば、サンノサノス、シークエントのダイナックス、ネクストのネクストステップ、DEC のウルトリックスと OS f フ、一アクスプがある。例に挙げたうち、 今も本来の携帯でサポートされているのは最後の一つだけである。ネクストのソフトウェアの一部は MacOS の基盤の一部となった。商業的に最も成功した BSD の子孫は MacOS と言える。以下に BSD の子孫である UNIX KOS の例を挙げる。ありがとうございます。